海猫の泣く頃に3エピソード6ドーン・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチは同人サークルであるレイ・セブンス・エクスパンションが制作している同人ゲーム海猫の泣く頃にのシリーズ第6作である。海猫の泣く頃に3としては2作目。2009年12月31日のコミックマーケット77において販売された。タイトルは海猫の泣く頃に3となお、赤文字で表記する。 本話では、主人公である先人が仇役である魔女側につくという衝撃的な展開が語られる。物語が魔女側の視点で語られるため、今までに見えなかった物語の裏側の事情が多く、語られるのが特徴。これにより、魔女側の動機や魔女が守るべき、ゲーム版のルールなど、様々な謎へのヒントが提供される。また、この物語の、 外側の視点が再び描かれ、物語の作者や読者の存在が表出する。これにより、海猫のメタフィクションとしての構造が一部明らかになる。1998年、右大群縁子飛ぶ木は六軒島へ向かう旅の途中、ありえない記憶を思い出していた。それは、メッセージボトル義書作家、八条十八との面会の記憶。 ウィッチハンターの一人であるヤシロは六軒島事件の真相に至ったと豪語し、それゆえに、儀書によって新しい物語を紡ぐことが許された新しい無限の魔女だと自称する。縁コトブきは、ヤシロの新作儀書であるドーン・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチを読まされることになる。1986年六軒島。前回のエピソード、海猫の泣く頃に3エピソード後。 エンド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチで、イクサ人は、ついにベアとのゲームに勝利した。そして、イクサ人は、すべての真相を理解できたことを証明するために、新たなゲームマスターとして、物語を紡ぐことになる。物語を矛盾なく、最後まで完遂させることができれば、イクサ人とベアとの長かったゲームは、終焉を迎える。イクサ人の最後のゲームの対戦相手になる。 人間がプレイヤーは前話に引き続きフルドエリカ。戦人は正々堂々としかし本気でエリカと勝負することを誓う。エリカが勝とうが、戦人が勝とうが、戦人がゲームを最後まで運用できた時点で、戦人は目的を達成できるのだから対戦相手を増悪する必要はない。しかし、当のエリカの方は違った。戦人を本当の意味で任すために、 彼女は物語を破綻させることを狙って動き出す。エリカ派先人のゲーム版のルールから逸脱しない範囲内で様々な手練手札を用い、戦人が矛盾する物語を演出してしまうように仕向ける。そしてついに戦人は重大なロジックエラーを起こしてしまい、物語は破綻を起こす。本作の殺人事件は人間には到底行えないであろう。殺人が多々ある。 それを魔女の仕業なのか人間の仕業なのかを見極めるのが本作の大きな分岐点となる。また、死体の一部は非分に見立てられて殺されており、殺人が行われた場所には魔法人や魔女からの手紙が残されている。これらの小道具の存在が魔女ベアトリーチェが魔法によって殺人を犯したという印象を登場人物たちに与えている。本話では、 すべての物語が語られる前に、ゲームに決着がついてしまうため、それまでのエピソードと違って殺人が行われる数が、少ない。海猫級小賀庭園洋館級小賀庭園洋館級、岩崎庭園洋館スクウェアエニックス館、月刊 G ファンタジーで2010年12月号から2012年12月号まで、連載。作画、桃山ひなせ。 ISBN 978から4から75から75万3342から42011年8月22日、初版発行 ISBN 978から4から75から75万3453から72011年12月22日、初版発行 ISBN 978から4から75から75万3557から、 2012年4月21日、初版発行 ISBN978 から、4から75から75万3701から、九2 0 1 2年8月22日、初版発行 ISBN978 から、4から75から75万3827から、62012年12月22日、初版発行 ISBN978 から,から,から, 3, から、 4から75から75万3828から3012 2年12月22日、初版発行著、竜騎士令奈奈イラスト、ともひこ協力、ケイヤ講談社ボックス。ありがとうございます。